皆さんこんにちは、チャンネルだったのお時間です。大樹です。さっき勝彦です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、この間ですね、動画にあげたと思うんですけども、マクドナルド、ベスト5やらせていただいたと思うんですよ。人気商品ベスト5、ベスト5ですね。そうですね。今日はですね、そんなわけで違う店も調べてみました。そう、ちょっとね、シリーズ化してみました。シリーズ化してみようかなと思ってね。違う店のも知りたいでしょ。前回の動画で多分俺ちらっと言ったと思うんですよ。自分の高校の時はどこって言いましたって。気づいてない方は今すぐあの動画見てください。そうね。はい、あの戻って動画見ていただいても構いません。はい、どこかと言いますと、今日はですね、モスバーガーでーす。モスバーガーはですね、本当に僕は高校の時に、多分ですね、私が住んでる使う電車、埼玉の私の家の方から東京に向かう電車っていうのは東武東上線っていう電車なんです、はいはいはい、これあのトンネルズの石橋貴明が東武東上線なりますって駅に住んでたってことで、昔デビューした頃には一気って歌ってね言ってたんで、知ってる人いるかもしれませんけども、でそのなりますって石橋貴明が言ったなりますで、多分1号店がモスバーガーできてるんです。あ、そうなんですか。比較的うちの高校っていうのはそのちょっとそこから何駅か行って、3駅ぐらい行った上板橋って駅だったんで、できるの早かったんですよ、モスバーガーが。それで結構早い段階から食べてたかなっていう感じですね。実はですね、はい、私はですね、はい、モスバーガー食ったことないんです。マジっすか。今日初体験ですか。今日初体験なんですよ。じゃあね、全部食っていいっす。それは無理じゃないかな。皆さん、バラします。これ、実はあのマックの後連続で撮ってます。お腹いっぱいです、もう食えません。です、はい、はい、すいません。まあ、そんなわけで、じゃあ早速持ってきますね。じゃじゃーん。はい、これモスバーガーですね。ね、これはちょっと許してくださいね。日本語になる。はい、じゃあそれでは早速発表していきます。まず第5位です、ね、はい、第5位、ナイスバーガーの焼き肉です。おお、限りなくおにぎり。はい、これが第5位です。はい、どうぞ。おお、初モスはもうライスバーガーですか。もうモスといえばライスバーガーですよ。やっぱりライスバーガーだったらモスですけどね、やっぱモスが一番ですよ。そうだね、コマーシャルもやってたね。そうですよ、まあ、これでちょっと認知度が上がったというか。そうそうそう、やっぱハンバーガーはやっぱあの頃はまだまだだって、マックとかロッテリアとか。マックとロッテリアが2台のことだったからね。はい、出てきました、皆さん、こんな感じ。食べたことない人もいると思うんですよ、あのライスバーガー。このね、上下がライスなんですけどね、おにぎりって感じでは全然ないね、やっぱり。そうだね。どうですか、ライスでできたパテって感じですね。はい、あ、パテじゃねえ、パンの、なんだっけ、なって感じですね。はい、初モス。いきます、いただきます。はい、どうぞ。どうすか、焼肉定食を人にしたみたいな。あ、焼肉丼だね、うん、要は焼肉丼ですよ。いや、マジそんな感じ。ここのやつは美味しいもんね、肉もね。肉美味しい。俺ももうね、多分ね、10年ぐらい食べてないけど、多分今の方が絶対美味しいでしょうから。マック、まあ、前回動画やったマックもそうですけど、多分今の方が絶対美味しくなってるんで、全てがちょっとずつね、リニューアルするからね。うん、これ肉がね、やっぱね、焼肉の肉って感じなんだよね。あ、そうなんだ。あ、ちょっといい感じなんだ。厚みはそんなにはもちろんないんだけど、なんかね、タレの感じとかがね、すごいうまい。ナイフだけでもね、すごいうまい。感覚、うん、はい、完食でーす。ナイスバーガーですよね。まあまあ、ナイスバーガー焼き肉。これでも本当出た時ね、画期的っていうか、へえーって。あのね、この前の収録でマクドナルドをいくつも食べてるんですよ。はい、食べてますね。とね、ほんと画期的。あ、そうだよね。そうだよね。マクドナルドのハンバーガーは、まあ、もちろん美味しいんだけど、まあ、いわゆる安心の定番の味っていう感じだと。これはね、ちょっとね、意表をついてきた。そうでしょ。これはね、もうね、よくやっぱりコンビニのほら、今おにぎりとかもさ、あのいろいろ充実して、はいはいはい、お肉とかもあるけど、でもね、全然肉のご飯のためだったら、これがやっぱ一番ね、多分あれだと思いますよ、うん、あのご飯系でお肉とか挟んで食べるんだったら、やっぱりおにぎり、コンビニのおにぎりよりもこれかなっていうのが、そ
まあ、高級店とかは別よ、それはまだ分かんないけどね、そうですね、あのファーストフードというか、その辺でみんなが食べるようなね、そういうものかなって思いますよね。じゃあ次行きましょう、はい、次第4位、はい、4位、なるほど、これはもうこれか、笑っちゃったもん、はい、これなんですけども、じゃん、分かるかな、じゃじゃーん、テリヤキバーガー、どうぞ、テリヤキバーガー、どうぞテリヤキといえばタッキーですよね、まあ、テリヤキ好きだしですかね、でもそう言ってたし、前回のあの動画見てる人は分かると思いますけど、タッキー美味しそうに食べるから、無邪気に食べるから、はい、出てきた、これもすごいね、やっぱさすがモスだよ、やっぱテリヤキってマヨネーズの定番なんだね、これ多分ね、下という役です、下という役、あ、それが下です、こっちが下だ、こっちが、こっちが、そうです、そうです、あ、そうです、そうです、はい、じゃあ召し上がってください、召し上がってください、どうですか、そうね、満腹とは微妙に違うけど、ちょっと言葉で表現できない、でもなんか少し違う味がする、あ、違いね、うん、基本ね、多分ね、パンがちょっと違うと思うんだよね、うん、パンが全然、まあ、正直、俺のこれ個人的な意見ですよ、正直俺モスのパンの方が美味しいと思う、マックよりだから結構モスに入れることが多いかな、あとね、これレタスがね、こっちの方がいっぱい入ってる、そうなんですよね、微妙にそうなんですよね、やっぱ後からできた方が美味しくうちのを作ろうとするに決まってんだから、ドラクオだね、だってマヨネーズですよ、今頃テロップ入ってると思いますけど、マヨネーズですよまあね、そうやって豪快に食べるのがね、あのほうほうほう、ハンバーガーのいいところですよ、どうなんだろう、見てる方たちどうなんだろう、視聴者の皆さんとかもモスとかなんか思い出とかあるのかな、かそういうのなんか いっぱい知りたいな、なんかあればね、なんかそれを膨らまして動画また撮れたらいいなとか思うんで、もしなんかあればコメント欄とかに書いてもらえれば嬉しいですね、ぜひ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 チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、おかげさまで本当に皆さんのおかげさまで、おかげさまで本当に多くの人に今登録していただいてるんで、でももっともっと頑張っていきたいと思うから、どうぞよろしくお願いしますね、じゃあ完食です、はい、完食、素晴らしい、では行きましょう、次、じゃあ次2ついきます、またね、行きましょう、皆さんこいつです、はい、こいつは何でしょう、第3位、第3位、ロースカツバーガーでーす、わー、また重たいの来たね、第3位どうぞ、第3位ね、ハンバーガーじゃないものを食べていただきたい、で第2位も発表しちゃいますね、はい、第2位はこいつです、じゃじゃん、とびきりチーズ、とびきりチーズです、おー今ね、これ新しい、結構新しい系のメニューなんですけど、これがおい1個食います、ね、俺でもこのとびきりチーズと初めて、まだね、食べたことないです、はい、なぜ引っ張るチーズがいっぱいない食事だって、もう絶対今、照り焼きだ、天敵だもん、こんなの天敵、俺こんな感じですこっちは立つわ、こんな感じ、ね、じゃあいただきます、いただきます、うまっ、マジうまっ、モスってやっぱうまいね、ハンバーグだ、ハンバーグでかいのこれ、でかい、これこれすげえ、失敗したじゃん、でかいじゃん、そっちの方が良かったかないやでもこっちカツがやっぱりすごくしっかりしてて、うまっ、マジうまっ、モスうまいよ、モス一番好きだな、あのいや今となっては新しい店じゃないけど、結構 マクドナルドに比べれば後発店舗なんですよね、後発ですね、そうで、その分なんかマクドナルドがこう老若男女誰にでもこう安くあの美味しいものをこう提供しようみたいな感じになったのに対して、モスバーガーってね、ちょっと 高級っていうちょっと語弊があるけど、でも、まあ、一応ちょっとね高級路線、うんで展開を始めたんですよ、始めた時は、いや今はちょっと分かる、そうだったかな、うん、覚えてないけど、
はい、だから値段もねちょっと高いはずなんですよね。うん、でもまあ値段高い分あの美味しいものを提供しますよっていう、ちゃんと食事として食べられるものを提供しますよぐらいなこう勢いで展開しているはずなんです。ハンバーガーにチーズって定番なんだよね。定番ですね。これまずチーズ超うまいっすよ。びっくりした。美味しい。美味しいし、超ボリュームあるし。いよいよ流行る第9位モスバーガーの人気商品第1位いきますよ。皆さん1位いきますよ。何だと思いますか？はい、何だと思いますか？前回も言ったな。はいね、何だと思いますか？いろいろありますよ。あと意外とモス野菜まだ出てきませんね、まあ、あれもあのねモスチキンってのがあるんですね。あ、そうだ、それも出てきたしね。まあ、何だと思いますか？まあ、じゃあそんなことはポテトだったけど、意外なこうハンバーガー路線じゃないものがポテトでした。そう、常に何かとセットになってるからね、うん、1位だったのだけど、さてモスバーガーは、はい、じゃあいきますよ皆さん、はい、出しました。第1位こちらです。じゃ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 ーん。もうやっぱりハンバーガー路線なんです。モスバーガー、あ、定番中の定番来ましたね。モスバーガー来ました。はい、モスバーガーです。はい、どうぞ。これがモスバーガーです。これがいわゆるこう定番中の定番ってやつですね。まずこれがモスバーガーですね。うまいんですよ。なんていうのかな、まあ、見てみて、ちょっともう斜めになっちゃったかもしれないけど、でもちょっとこう緩く包んであってずれるこう中のがこぼれるのがモースの特徴ですからね。すごいね、この肉のこうパンからはみ出してんじゃん。そうでしょ。これがモスバーガーですよ。これがまず最初のやつです。なるほど。はい、召し上がってみてください。じゃあいただきます。はい、ね、本当ね、でもモスバーガーっていうと本当俺はもう高校生の時に部活終わって、まあ、当時演劇部とかでさ、その後になんかモスバーガー行って食べ、まずしゃべくりまくってしゃべくりセブンを決めてみてたんですよね。すっごいイタリアンな感じがするんだけど、うまいっしょ。うまい。トマトと、あ、トマトか、トマトがイタリアンな感じ。トマトが1個挟まってます。まあ、いろいろやってみたいなと思います、このランキングもね。いや、この知ったからってあるかもしれないけど、でもね、やっぱりみんな買うものってそうなんだねっていうふうになるんだなって今回調べてみて思ったんですけど、あ、結構みんなやっぱ定番なのがやっぱり一番人気になるんだなっていうのはね、思いましたよ。あ、俺の経験だけど、まず最初行った時、最初の時って定番を買うじゃないですか。まあまあ、ラーメン屋とかもそうだね。そうそうそう。でいろんな照り焼きとか、いろんなものにこうちょっと浮気して、結局ね、またね、定番に戻ってくるんだよね。まあそうだね、そう、分かる、うん、やっぱそれに耐えうるだけのものをちゃんと提供してるから、またお客さんがこうリピーターとして来るっていう、うん、なるほどね、ことなんだと思う。どうですか、うまいっしょ。マジうまいっしょ。マジうまい。ほら、そうなんです。すごいジューシーでね。はい、で肉のジューシーさもあるし、野菜のジューシーさも、まあ、トマトだと思うんだけど、ジューシーさもあるし、でね、ちょっとね、パスタじゃないんだけど、そういう雰囲気がある。イタリアだな。そうそうそう。トマトソースの、パスタの雰囲気がちょっと味にね、あるから。はい。ね、あんまりこんなネタバレしちゃ本当はいけないんでしょうけど、別にお金もらってやってるわけじゃないからネタバレしますけど、日本撮りの2本目って何回か言ってるじゃないですか。2本目なんですよ。この前に、前に上がった動画のマック撮ってるんですけど、全然マックで今あったかいっす。
マック時間経ってんだけど、モスバーガーの方があったかいの。それも思わなかった。そうだね、そうでしょ。うん、そうなの。これ、本当に、全然美味しいよ。変な、ちょっと時間経ってますよ、買ってきたら、ね、だってパッケージ、ただの炭焼きだもんね。そうなのよ。これね、本当モスすごいよ、この辺が。で、俺は本当に思う。モス派なんで。できればモスの仕事したい。店員じゃなくて。店員じゃないですよ。残ったソースもうまい。そうです。そこまで食べたい。でもちょっと食べにくい。そうなの。これはね、ここは食べづらいです。うん、それはもうそんな感じです。どんどん垂れてきちゃうからな。で、まあそんなわけで、今日はモスバーガーの人気商品ベスト5をお届けしてきました。うまかった。ね、この動画見た人は多分ね、モスバーガー、7割の人が食べたくなったと思います。はい、ぜひね、すぐにモスバーガーで買ってください。これ宣伝してる私は全くお金はいただいておりません。はい、足からず。そんなわけで今日はこの辺にしましょう。ではまた、またさよなら。